4. 死について。パイプオルガンに合わせた聖歌の合唱、そして感謝の祈りを捧げてミサは終わりました。外へ出ると心よい初夏の風が頬を撫でます。緑深い森や青く晴れた空の美しさはミサの後のすがすがしい気持ちにふさわしいものでした。天国というのはこういうところではないかと思えるほどに。ハンフリーはおろしたてのよそ行きの靴を鳴らし、ほこりを立てて駆け出します。並木道まで来るとバーチニーに連れられてマイルズが迎えに来ていました。幼い兄弟は肩を並べて家に向かいます。牧師様は僕がバージニーから教わったところをお話になった。マイルズは目を輝かせて兄のハンフリーに尋ねます。あそこじゃないよ、ヨハネの黙示録についてのお話さ。ああ、僕には難しすぎるからってバージニーが読んでくれないところでしょ。お兄様にはお分かりになったの？もちろんだよ、ハンフリーは胸を張って答えました。だってね、バージニーは言ってたよ、あれは難しくって大人の人でも少ししかわからないんだって。マイルズは不思議そうでした。それはそうだよ、バージニーはフランス人だもの、黙示録は英語で書いてあるだろう。僕たちと同じようにはわからないと思うな。ああご覧よマイルズ、あそこにウサギが、というとすぐにハンフリーは麦畑の方へ飛んでいきます。兄の答えに満足したマイルズも後を追って駆け出しました。伯爵とチャーリー王子様は午後からも教会へ行きました。バージニーはいつも通りに暇を取っています。日曜の午後はバージニーのお休みになっていましたから。目を離せない二人のいたずら者はジャンという名の別のお手伝いに預けられました。ハンフリーは今日歌った聖歌を口ずさみ、マイルズはジャンの膝で聖書物語を読んでもらっています。物語が墓からよみがえるラザルスのところに来るとマイルズは驚きの目を見張りました。ジャンは死についての話が幼い者にふさわしくないと考え、そこで急いでめくろうとしたのですが、マイルズが見逃すはずはありません。どうして話してくれないの？この穴は何？しっかりとページを押さえ、つぶらな目で答えを待つのです。ジャンは困りました。こんな時、女の子ならばごまかしやすいのでしょうが、マイルズは男の子でしたもの。ねえ、どうしてこの人は白い布に包まれているの？なぜこんなに青白い顔をしているの？ジャンは仕方なく、その穴はお墓ですと言いました。でも小さい方はご存じない方がいいのです。どうしてもとおっしゃるなら、お父様に伺ってください。その時ハンフリーが仲間に入ろうと二人のそばへ来たのです。僕知ってるよ。その人は死んだんだ。ハンフリーは言いました。知らない方がいいなんて間違いだよ。じゃあ、人間は死ぬんだ。僕のお母様も死んじゃったじゃないか。人は死ぬと箱に入れて土の下に埋めるだろう。でも、その人たちがいい人だったら、神様が生き返らせてくださる。さすがに三つ年上のハンフリーはマイルズよりしっかりしています。もしお母様が生きていらしたら、マイルズにもわかるように話してくださったろうね。お母様は死についてこうおっしゃってたよ。人は死ぬと一度は埋められるけれど、それは種のようなものだって。いつか美しい花を咲かせるために地上に生き返ってくるんだって。よく覚えてないけれど、母君の生まれ変わった花を探すようにハンフリーは涙ぐんだ目を花壇の方へ移しました。マイルズは母君の言葉のように兄の言うことを聞いていましたが、
不意に聖書物語を取り上げて尋ねました。ここのところお母様はどうおっしゃったの？ハンフリーは懸命に思い出そうとしましたが、どうしても思い出せません。母君についての記憶が一つでも消えるのは大変つらいことでした。そういうハンフリーをジャンはたまらなくいたわしくなったので、物語の先を読むことにしました。ジャンの地方なまりは物語の美しさを少し損ないはしますけれど、こういう物語を他の人でなく母親の声で聞くことができる子どもたちはどんなに恵まれていることでしょう。